ココロコネクトはアンタただし夏によるライトノベルシリーズ。イラストは白身魚が担当しファミ通文庫より2010年1月から2013年9月全11巻が刊行されている。またこれを原作としてドラマ CD、漫画、テレビアニメゲーム化が行われているアンタただし夏のデビュー作。公式略称はココロコ。本作は 第11回エンターブレイニエンタメ対象小説部門特別賞受賞作の一つながりで、どこへゆくを開題開講したものである2010年1月にココロコネクトヒトランダムの刊行以降シリーズ作品となる2010年10月カテグ作画による漫画がファミツーコミッククリアで連載開始二千十一年二月にドラマ CD 化され同年十月に ドラマシリー第2弾とアニメ化が決定した。テレビアニメは2012年7月から9月まで放送された。この他、ゲーム化などの様々なメディアミックスがなされている。また、1週間限定で、上映会が行われたアニメの地上波未放送の、未知ランダム編16話冒頭で、1期、2期、3期、やる気と書かれているが、今現在アニメの2期制作決定などの公式な、 発表はされていない。オリコン2012年ランキング、2012年間文庫、ライトノベルシリーズ別で12位を記録しているとされている。2013年9月時点でシリーズ累計発行部数は120万部を突破している。11歳から22歳が投票者の3、4を占めるライトノベルし、このライトノベルがすごい。 2011では1から3巻が発売された2010年度の作品ランキングで14位、新作ランキングで1位になった。キャラクター部門では女性キャラランキングで稲葉姫子が13位、男性キャラランキングで主人公の八重樫太一が27位。翌年の2012では作品ランキングで12位、女性キャラで稲葉姫子が6位、八重樫太一が男性キャラで、 票数31の29位。アニメ放送後の2013では作品ランキング15位。女性キャラとして稲葉姫子が3位。今回初となる長瀬よりが29位。男性キャラでは八重樫太一が17位。特に稲葉姫子が女性キャラランキングで3位入りしたことで注目を集めた。作品ランキングが大幅に 順位変動した2014でも27位に止まり、女性キャラでも稲葉姫子が11位に入っている。エピローグにあたる最終巻、プレシャスタイム発売後、ファミ通文庫の不ンライン心コ,コ,コネクト完結記念特集において、作者のあんたただし夏は、作家として執筆を続けることを宣言している。また、心コ,コ,コネクトで一つの青春は終わったけれど、次の青春が始まります。 まだまだ作家はやめませんと述べた。2014年8月30日に、青い春のすべての発売が決定している。イラストは引き続き白身魚が担当。8月1日より先行短編が無料公開されている。私立山星高校に通う桐山由と青木義文は、ある日の夜中に一時的に互いの魂が入れ替わる現象を体験する。 夢か現実か気になった二人は、文化研究部の仲間である、八重樫太一、長瀬より、稲葉姫子に相談するが、冗談話と思われ、茶化されてしまう。数時間後に太一とよりの体が再び入れ替わり、話が本当だと信じた二人は、文化研究部へ戻り、副部長の稲葉に体が入れ替わったことを説明する。話が信じられない稲葉は、真実を確かめるため、 イオリと大地の二人に本人しか知らない質問をして、表情で判断し、ようやく話を信じる。かくして人格が入れ替わりながらも日常生活を送るが、この現象は風船カズラという謎の存在による実験であった。右与曲折を経て、五人は無事に人格入れ替わり現象を乗り越える。しかし、そこにはまた新しい現象が起こる。その名も、 欲望解放。体が勝手に、動き出すそんな矢先に、大地はただと青木が補導されたという事実を知る。果たして、文献部はこの事態を乗り越えられるのか担当声優は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版共通。2010年10月22日から2013年8月23日より、ファミ通コミッククリアにて連載された前後巻。作画はカテグ。 連載初期のタイトルは、心コ,コ,コネクトヒトランダム。エンターブレインより発売。2012年6月30日より、娘タイプにて連載。作画はな。ファミ通文庫ドラマシ d リー、FB コレクトドラマシリーズより発売。2012年7月から9月まで放送された。テレビ放送全13話 OVA4 話の、計17話。OVA の、第14話から、 第17話は2012年末と2013年始に ATX で一挙放送された。また2013年2月から ATX で OVA を含む全17話が放送された。2013年11月にも全17話が再放送されている。声優、市木光博を心コ,コ,コネクト宣伝部長として全国主要都市をめぐるイベント、 心コ,コ,コネクトとチランダムがアニメ本放送に合わせて実施されていた。なお、一期は本放送第13話には出演していないが、第14話以降に出演している。宣伝部長就任に際してのトラブルについては、後日のプロモーション企画における騒動を参照。原作には特に具体的な舞台は設定されていないが、アニメ版ではより現実感を持たせるため、 神奈川県横浜市鈴木区を主な舞台としており、協力には、横浜フィルムコミッションや同市磯国の横浜学園高等学校がクレジットされている。ニコニコ動画の戦国大戦改正祭。と、月刊アルカディア10月号で、セガのあってくぐ戦国大戦 -1582 日輪、本能寺よりイズルマイナスとのコラボが発表された。BD DVD では制作の都合上、主題歌が初回放送時とは異なる楽曲に変更されることが発表されている。オープニング映像、エンディング映像自体には変更はなし。ネット配信版でも2012年12月現在、同様の処置が行われている。変更に関しての公式説明は制作の都合上のみ。なお、同時期に初回放送時の主題歌を歌った。 ユーフォニアスのメンバーが、ツイッター上での舌下で、当面の活動休止を発表しているが、こちらに関しての言及はない。本作のキングレコードガープロデューサーである、山中隆弘が主体となり企画、実行されたプロモーションの内容が、声優の市木光弘を対象にした視聴者視点からは、いじめ、パワーハラスメントとも取れる偽オーディションや低周波。 治療期の目的外使用等の行為であったことに対し、配慮の欠けた演出によりこちらの企画意図を伝えられなかったとした上で、番組公式 HP での二度の謝罪文掲載、資来を含めたプロモーションに関わった、出演声優によるブログでの謝罪文掲載、心コ,コ,コネクト文献新聞ラジオ版の一時休止等に至る騒動に発展した。いじめやパワハラではないかという点に関しては、 騒動後に掲載された一期による謝罪文の中では最初は動揺もしたが現在はいじめやパワハラとは思っていないと述べている。また製品として発売された BD、DVD のパッケージやブックレットにおいて第1巻から第7巻の全巻でメインスタッフ一覧の中からプロデューサー山中隆弘が亡くなっている。収録映像上のクレジットに変更はない。 ブックレット16ページのパッケッジスタッフの項目で、プロデューサー、ディレクター、山中隆弘と書かれている。これが異動であるのかなど、公式の発表などは特にない。PSP 用ソフト、心コ,コ,コネクト予知ランダムが2012年11月22日にバンダイナムコゲームスから発売された。原作における1巻と2巻の間に起こったゲームオリジナル異常現象その1点を、 予知ランダムに伴う文献部員たちの物語をアドベンチャーゲーム形式でプレイする。キャラクターの CG がアニメーションする DDT、登場人物の視点が変わることによって物語が分岐する五角形ビューシナリオといったシステムを搭載している。当初主題歌にフューチャーインディケーションズが起用される予定であったが収録見送りとなっている。テレビアニメ化に伴ってもバゲーに。 アバター衣装用のコインガチャが登場した。心コ,コ,コネクト予知ランダムに関するカテゴリー。ありがとうございます。